よく皇居の周りとかをね、みんな走ってる人とかいるじゃないですか。いますね。特に運動してる僕ら。番組で見たことあるな、こういうの。人生終了だよねっていう意味で。怖っ。おぉ、うわぁ、一番うるせぇ。うるせぇ。卒業でございます。対決シリーズ増えてきましたからね。はい、初見の皆さんのためにも説明しておきますと、これは、僕が審査員務めまして、僕以外の方たちがゾッとする雑学一人二個ずつ話していって、優勝者を決めると。優勝者には皆さんから募金してもらった賞金が贈られる。賞金です。金額がどんどん上がっていきまして、この前が優勝賞金3万かな。今回なんと参加費1枚1枚1枚やばい。お前決めるんだ。何、結婚式なのこれ。ご主人ご主人3万なんで、じゃあ次3万でいい。ちょ、待って待って待って、何も関係ない。それな、冷静になっちゃ1万円ということ。あー、もうちょっと1万円なんてお金と思ってないんだから。まあ確かに。やめろお前。そうですよね。そうだそうだ。1万か。びっくりした。嘘。え、マジで左側か、なんか重いやつか。下全然聞こえなかったんだけど。全然聞こえなかった。全然聞こえなかった今の。いや、めっちゃ笑ってこれで。うるさくても聞こえてる。うん。でも面白いことに、ちゃんと優勝回数ばらけてるわけですね。そんでさ、ね、単独トップに立つ方いるんでしょうか。わーし。よく皇居の周りとかをね、みんな走ってる人とかいるじゃないですか。いますね。実はマラソンなので、お亡くなりになる方の率がかなり増えてきてるんですよ。なんでかっていうと、中高年が今増えてるんですけど、運動って健康にいいと思いがちなんですけど、心臓を酷使するわけですよ。よく中高年って走ってたりすると、あ、意外と走れちゃうな、もう体持たないくせに頑張っちゃうから、もう心臓が追いつけなくなって、マラソン大会中に亡くなっちゃったりする人がいる。大会中に亡くなる。まあこれ中高年の話なんですけど、もしかしたら特に運動してる僕ら早く亡くなる可能性がかなり高いです。番組で見たことあるな、こういうの。まあ特にサッカー、野球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 が好きだから野球に寄らせんなね。卓球も入れろ、卓球も。サッカー、野球、野球ってこと。サッカー、野球、野球、ゴミってこと。卓球、ゴミじゃねえよ、お前。卓球は舐めてない。卓球に対するお前らの情熱を舐めてない。若い頃、僕がかなり追い込んだわけじゃないですか。めちゃくちゃ追い込んだ。そう。その時点で、運動してない人と比べて寿命はかなり違う。そうなんだ。決まっちゃってんだよ、もう限界が。そういうこと。うわ、やばくない？心臓をもう消耗してるから、それって回復しないんですよ。そんなんもう運動しない方がいいよ。そうだから、健康のために頑張って運動しようと思ってるそこのあなた、しすぎると寿命が縮まるかもしれません。走りつながりでちょっと加算していいですか。おジョギングあるじゃないですか、ジョギングっていう単語。あれってジョギングを考えた人がジョギングってつけたんだけど、ジョギングさんの死因、走りすぎです。じゃあ繋がってるわけだ。確かに。超怖。もうマジでお前。やばいし。もうもう。そういう感じやね。ザッザッってな。お前忘れた。なんか。なんかあったよね、こういう番組。ゾッとする医療みたいな繋がった。ビートたけしの。トゥルーみたいな。トゥルルル。死ぬみたいな。トゥルー。カスペです。あ、カスペか。あ、違う。漢字の由来って簡単なんですね。川だったら川が流れてるようだから三本。実は子供の子ってこの横の線あるでしょ。あれが。っていう意味らしいのね。終了の量っていう漢字を思い浮かべてください。横文字ないですね。あれって子供が手がなくなって、そういう人が生まれてきちゃったらもう人生終了だよねっていう意味で量っていう漢字に使われてます。そう、ちょっと俺いつも違う漢字言ってみました。これ失敗です。からのこれは失敗。子供のドモはね、逆に備えるっていう。昔儀式で生贄に子供使ってたから備えるっていう。さすがだな、おたぼ。やっぱ怖いな、お前。やっぱ怖いわ。そーっと消えないの。耳掃除って普通するじゃん。なんならね、親が赤ちゃんにしますね、こうやって。で、しま…ちょっと待って、ちょっと待って。なんでビリビリしてるんだ。おい、俺はちょっと見えるから、お前。結構前にしとかする人いるんですよ、これ。ああ、そういう人言っていいよね。これやりすぎると、ガンになるんです、実は。あ、ガンになるの。皮膚がんになる。この耳の中から1センチまでは OK なの、実は。1センチ以上行くと、傷ついちゃって、そっから雑菌が入っちゃうんです。結構行かないんだって。そう、普通行くんだよ、誰しもが1センチ以上。それをやりすぎると、傷がついて、治んないんだよね、やっぱずっとやってるから、毎日。それが重なってって、ガンになるっていう。それで亡くなった人も結構多いよっていう話。結構多いよは多分持ってる。持ってないよ。投影投影投影今いい感じだったけどね。一番びっくりしたのはこいつの唾がここまで飛んできた。
と我々にも結構関連してる雑雑を、まあ、やっぱ YouTuber やってるよね俺らね、はい、ブラジルのまあ YouTuber 動画投稿してる男性がいました。バンジージャンプをする様子を動画に収めたと、うん、そこでちょっと事件が起きちゃって、うん、バンジージャンプの紐が長すぎてそのままボーン激突してしまった動画、これがあるんですよ。あるの？世界各地でも一気に公開されて、え、生きてるお亡くなりに、うん、現在は消されてる。今消されたとはいえもう世に広がったって考えるとえぐくないですか。まあね、終わり終わり雑学ちゃうやん。だけどたまに企画の趣旨わかんなくなる。嘘怖いけどね。ルールを無視して優勝はできん。うわーマジでよしやっぱり日本人が関わってるある事件がございまして、パリ人肉事件っていうのがございまして、まあ最近ね僕らの動画でカニバリズムを特集したと思うんですけど、うん、まあ、それにちょっと近いような佐川さんっていう男性がいたんですけど、その人パリでしょ、パリでその人は、まあ、そのパリである女の子をまして、まず一旦生で食べるんですよ。その後にフライパンで調理して食べて残りの遺体を遺棄したんですよね。結局バレて捕まるんですけど、これなんと出てきちゃうんですよ。これなんでかっていうと、日本でも精神異常だと無罪になったりするじゃないですか。パリでも実はそういうのがちゃんとあって、あでも日本の警察はこいつ危ないから捕まえよ、うん、でも捜査書類はパリにあるわけなんですね。書類ね。そう、書類がこれがないとどうしても調べられないから、取り寄せたいって言っても、もうこの時点でパリで不起訴になってるからそういうの出してくれないって海外って日本にノーノーと帰ってきて、はい、実はその人今でも著者として活躍してたり AV に出てたりするんですよ、この人。こっちでやばい。あ、有名人なの、そういう人。だからこんな感じで海外で事件を起こしたとしても、向こうで不起訴処分になった時点で日本には帰ってこれちゃうんですよ。なるほど、メディアに。だからもしかしたらそういう海外で事件を起こした人が今あなたの隣でノーノーと生きてるかもしれません。へ、怖っ、もしかして銭稼ぎに来たマジなやつ持ってきたねみんな大好きディズニーの雑学です。おー、これうるさいよ。これはね、正義を知ってる可能性めっちゃ高いから。そうだよ、そうだよ。俺は戦ってるから、トリリオンを背負って、あえて挑むわけです。実はディズニーってカラスって未来を知ってる、超音波が流れるから、それの副作用ってあるんですよ。ディズニーランド家族連れっていっぱいいるでしょ。子供やたら楽しそうだなって思ったりするときない？子供それは楽しそうだな。家族がいるから、それは楽しい。あと外に出てるから楽しいんだなって思うけど、うん、あれ実は副作用で子供には超音波聞こえてて、あの超音波で気が狂っちゃうんだって。それで自分がハイになって、ああいうなんかいつもと違う様子を見せちゃうっていう副作用があります。子供にしか聞こえないからモスキートみたいな。シンデレラ城は魔法の力持ってるからね。やめてよ。もうちょっと現実離れしてるなっていうことでちょっと突っかかりがあるから、体ゾッとしない。じゃあ自分が親になって子供と一緒に行ってみ、なんかすげえ楽しそうだなって思ったけど、それ副作用でただの勘違いだ。まあそう思ってるのが勘違いかもしれないしね聞こえてたら言うよね、多分。うん、なんかうるさいみたいな、うん、いやまあ心意外にね、いいですよ。でもちょっと嬉しいね、そういうの。うん、なんか本当にもっといいのがあれば。うん、極寒の地でタッションとかする人もいるでしょ。氷点下の地でタッションしたら爆発します。は？絶対これ本当だよ。ありえない。これ本当だよ。やった。どういう、なぜなら知ってるかな君たち。うるせえな。あの常温の水よりも熱湯とかの方が凍りやすいんだって。だから結構おしっこって暖かいじゃん。出した瞬間凍るんだって。凍るから出どこがないんだよ。溜まってって膨張していく。ああ。で限界迎えてパコーン。バカそうだよ。もうさ、そんなことないじゃん。事例ある事例あるらしいよ。らしいよ。ちょっと弱くなったよ。犬とかどうしてるの？これ爆発してじゃないの？出るわけねえだ。そんな嘘の謎がお前みんなさんに伝えんねん。嘘。お前あのテレビでよく見るな、ソリを引いてる犬いっぱいいるよ。あれ全部表面で爆発してるじゃん。出るわけねえだろ。ごめんなさい、失礼した。すいません、ごめんなさい。足臭い人っているじゃないですか。やっぱ お前だな。俺じゃねえわ。変わった趣味とか癖で臭い足とか靴下とか嗅ぐ人中にはいるじゃないですか、うん、それやると高確率で水虫とか他の細菌数百種類いるの足には。まずそもそも、うん、それが肺に入ってしまって、最初は咳とかだん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 苦しくなって最終的に命を落とします。ちょっとプラスアルファとして、足ってさみんな何で洗ってる？ちなみにボディーソープ、うん、ボディーソープ、水虫になる可能性めっちゃ高いです。ボディーソープでやると保湿成分がすごい高くなっちゃって、はい、水虫が好んでる環境になるんだって。だから足洗うときはボディーソープじゃなくて固定石鹸使った方がおすすめです。得するさすがに半分ずつで半分得みたいな感じだけどね。あでも構成はうまかったよな今の。とりあえず操作設定のでプラス得するやつを押し掛けたみたいな感じだ。そうまずだって嘘言ってるお前やばいから。おめえもだぞ。
じゃあまあおさらいしますと、エリモンが、はい、マラソンとカニバリズムの人が日本でもまだ生きてます。はい、子供の子をディズニーの子供。嘘嘘嘘、リモじゃないですよ。耳垢掃除するとガンになる。こう爆発。バンジーの紐が長すぎて亡くなってしまった男と、靴下を臭いのを嗅ぐと水虫移って亡くなってしまう。ということで第1098.8杯、おお大好評、めちゃめちゃゾッとする脱学を優勝はリモ。よーもう圧勝だもん。やだ、なんかやってやつ意外ほどに、これ2連覇だね。アコミチ争うぐらい怖くなかった。今いるんだ、しかもなんかちょっと人気なんだみたいな、ゾッとするし、いい雑学でしたね。ありがとうございます。よかったね、リモ。皆さん1万円ずつ出してもらって、だけ利益4万円だわ。お前これいいサイクルですから、この優勝賞金のためにもっとグレード上げていってほしい。いや、ダウンしてんな俺。ダウンしてる。カーボはもうルールが分かんない。じゃあうまいよ。まだ役に立つ変化球とかで、そろそろちょっとねヒットするかもしれない。そうね、挑戦してるもん。ということで少しでもゾッとした皆さん、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。それでは次のゾッツアツでお会いしましょう。バイバイビー。2連覇だぜ。